はい、どうも、メンヘロおじさんです。外出てまして、今帰ってきました。で、コメントをいろいろもらってるので、それに順々とお返ししていこうかなと思ってます。おじさんの、言うたらタイプ、どんなタイプですかっていうのと、また、言うたら、以前お話しした、女の方が、元彼の上位互換を、言うたら結婚相手に求めているっていう話を、2時間延々されて、ちょっと嫌になりましたっていう話と、混ぜてお話しすることになると思いますと。で、おじさんのタイプっていうのは、言うたら、こんだけ喋ってたら、なんとなくわかるかもしれないですけど、間が、開かない人がいいなと思ってます。なんですかね。喋らなくても心地がいい関係がベストなんですけども、どちらかというと、なんかいろいろ喋ってくれる人の方が、なんていうんですかね。裏表がないような気もするんですよね。っていうところで、なんか、うちに溜め込むんじゃなくて、本当にビャーと言ってくれる人の方がいいかなというふうに思ってます。あとは自分のことを多少好いてくれてる人かなと思ってますけど、やっぱり20代の時みたいに好き好きっていうのはなかなか難しいと思うんで、言ったら同年代の方で、なんとなく一緒にいていいかなっていう方と、会話が途切れないっていうのが、一番いいかなと思ってます。とはいえですね、おじさんめっちゃ面食いなんで、なかなか、そういう感じで、好きになることは難しいなというところですと。で、島田紳助さんとかも話してたんですけど、やっぱり20代の好きと30代の好きってちょっと違うと。20代はどっちかって言ったらなんかめっちゃ好きみたいな感じでなってくるんですけど、30代はやっぱそれがちっちゃくなってくるんで、同じ尺度で測るのはちょっと違うかなというところを言ってて、なるほどなと思ったところでございます。で、女性側からも言われたんですけども、やっぱり おそらくいろんな男性を見ているから、言うたら、前あの人の方が良かったわ、みたいな感じでなってくんと同じように、男性も、やっぱり私も100人ぐらいお見合いしてたら、あの人の方が良かったな、とかっていうのはやっぱり出てきたりするんで、この人と、付き合うんやったら、あの人の時になんで断ったんやろうとかっていうのはめちゃめちゃあるんで、それの積み重ねかなと思ってます。だから、なんて言うんですかね、年を取れば取るほど結婚しにくくなるっていうのは、単純に年齢が上がれば、初婚の結婚確率っていうのが下がるっていうのは、周知の事実なんですね。女性であれば35歳、男性であれば40歳、と言われていますが、男性も35歳以上の初婚、確率っていうのは結構低くて、で、男性も女性も40超えると、本当に1000人に2人とか3人とか、そんな感じになりますよね、というところですよね。あと男性であれば年収600万以上であれば、ほぼほぼ結婚するんじゃねえのみたいな感じでなってるので、おじさん、それでも結婚する気もないし、結婚できそうにもないしというような感じでございます。で、いろいろ考えていると、やっぱり、そうですね。いろんな人を見ているから、結婚ができないっていうのもあるし、で、これ、おじさんの、個人の意見なんですけども、多分、何千人もの人が思ってると思うんですけども、さよなら逆転ホームラン打ちたいっていう気持ちになるんですよ。なんていうんですかね、ここまで我慢したんだから、今まで、出会った人の中で、この人っていう人と結婚したいなと。で、できればこの人っていう人が、自分のことをめっちゃ好いてくれてる、っていう夢物語を追いかけるみたいな感じですよね。になってしまうので、で、それは多分おじさん一人じゃなくて、おじさんが思ってるってことはゴキブリ理論で言ったら300人、500人、言ったら一定割合は多分そう思ってるんですよ。ってなるから余計に難しいんだと思うんですね。なんて言うんですかね。別に惰性で結婚するっていう、なんて言うんですかね。できないんですよね。多分、あれもこれもこれも備えついている人じゃないと嫌という風になってしまって結婚できひんのかなと思います。だからそれは、婚活チャンネルとか見ててもわかると思うんですけども、やっぱ年齢が上がれば上がるほど、こういう条件がいいっていうのがバカバカ出てくるんですよね。で、実際に婚活市場にパッと行った時に、あなた何提供できますかってなった時に全然提供できるものがないから、男性の婚活者であれば、自分の材料は揃ってません。女性に対する要望めっちゃ多いです。女性からしたら、女性自身も、そういう、言うたらカード少ないです。でも男性に対する要望は多いです。年収600万以上、専業主婦でうんぬんかんぬんみたいな形になってきて。っ
ていうのがお互いに、ミスマッチが起こっているという形でなかなか難しいんだろうなと思います。で、その女性とその男性がガチッとこう、言ったら、会うようなことをするのが、まあ言うたら婚活ですよね。なかなかそれで決まらなかった人たちが婚活市場に来てやるから、要望がお互いにめっちゃ多いんですよね。っていうところで余計に、なかなか、難しいなというところやと思いますね。だからまあ、なんですかね。まあ、ただでさえ恋愛も難しかって、上に、年齢も上に来て、で、年齢も上に来たから、余計にこう完璧なメンズ、完璧なレディースを求めて、いるのになかなか出会えない。出会えないから婚活する。婚活するけども、お互いの、言ったらご希望が多すぎて、ここでもなかなかマッチしない。だから、婚活が長引いたりとか、未婚が続くんかなと思います。そこをなんとかするのが結婚相談所の腕の見せ所なんかなとも思うんですけれども、なかなかそれでも成婚率は 10% いくかいかないかとかっていう話ですからね、と。難しい話ですと。もうそれやったらもう、40超えたらもう自動的にこいつと結婚しろみたいなことを言ってくれた方が、意外とすんなりいくんかもしれないですね。祝い金500万ずつ出しますんで、みたいな、形でやってくれるとか、あるいは、なんですか、未婚税みたいな。形でやられると、まあ、それはもう、おじさんからしたらめっちゃ嫌ですけども、なんかそういう形で、されるんであればもう、まあ、海外逃亡することないですけども、まあ、なんとしても見つけようっていう、その、ケツに火がつく状態で、なるんかな、とか思いながら、っていう感じですよね。なかなか、まあ、難しいな。まあ、結婚できない人同士、本当にまあ家と会社の往復で、プラス趣味ぐらいしか、歩くって言いますか、行動範囲がなかったりすると、出会うことすらもないので、そこら辺をまあなんとかならんのかな、みたいな方は思いますけども、まあ待ち込んではもうちょっと無理なんでしょうね、と多分。女性が酔いすぎて、イケメンの男子だけがちょっと頑張ったらいけるみたいな感じだけども、それ以外はもうなかなか無理でしょうね、と。いうところなので、まあ、なんとかせなあかんというところは国も考えるんでしょうけども、なんともならんなというところなんかもしれないですね。っていうところで、まあ、自分のタイプと、なんでこう結婚、がうまくいかんかと。高齢になると結婚がうまくいかんかということについて、ちょっとお話しさせていただきました。以上でございます。